はい、こんにちは、シャスカです。心の理解をみんなの幸せへということで、心理学講座の第128回になります。はい、前回のまとめです。人が過去の経験に基づいた特定のやり方で反応するという傾向。洞察を得ること、そして問題解決を邪魔している最大の要因が、ここ、心的構えということですね。人っていうのは心の中に何らかの枠というのを持っているということです。そして、そのある対象の機能について特定の考えを持っていると、対象の別の機能を用いることが抑制されることを機能的固着というわけですね。まあ、携帯電話というのは電話ですと。言ったらもう電話の機能しか見えないということですよね。機能的固着が創造的なアイデアを生むことを阻んでいるということを解説しました。はい、ご視聴感謝してます。今回第128回のテーマは、問題表象の転換です。ぜひ最後までご視聴ください。はい、今回は3つですね。問題解決で最も難しいこと、問題表象の転換、そして具体例ということで見ていきたいと思います。はい、問題解決で最も難しいことっていうのは、どのように解き始めればよいか、その見通しを立てることですね。最初の第一歩っていうのが、まあ難しいわけですね。で、あなたは何をやってもいいですっていうと、何から試し始めていいかわからないということです。私たち現代人っていうのは、まあ、歴史上最も自由な時代に生きてるわけですけど、どこに行ってもいいですよって言ったら、最初の一歩をね、どこに向ければいいのかが一番難しいんですね。北に向けるのか、南に向けるのか、東に向けるのか、西に向けるのかですね、北東に向けるのか全然わからないと、ね。あなたは何でもやっていいんですと。何をやってもいいんですよって言われると、じゃあ何からやり始めていいのかっていう最初の見通しですね。最初の第一歩、最初の見通しっていうのを立てるのが実は問題解決で一番難しいということです。だから結局ね、最初の一歩が出ない。要するにこう玄関から外に出ることができないっていうことが、まあ、起きるんですね。それは一番難しいからです。だからとりあえずね、出てしまうと、その次の2歩目、3歩目っていうのは出たりするんですけど、最初の1歩目が実は一番難しいということになります。で、問題表象の転換ということで、問題の表象を転換できれば簡単に解けることがあるということですね。表象というのは心に浮かぶ情報です。その人その人が、まあ、心の中に浮かべる情報ですよね。まあ、ほとんど同じような意味としては思考という言い方をしてもいいかもしれませんけど、問題の表象、つまり思考を転換できれば簡単に解けることがありますということですよね。数学や科学のような量定義問題ですね。定義できる問題と定義できない問題があって、量定義問題っていうのは数学とか科学とか将棋とかですね。もう明らかに客観的にこの中に答えがありますというのは量定義問題ですね。逆に不量定義問題ですよね。その明らかな答えがない。愛とは何ですかとかね。自由とは何ですかとかね。まあ、私たちの日常生活において言えば数学や科学じゃないので、不良定義問題がほとんどですよね。人間関係の正しいあり方とかね。まあ、こういったことっていうのは実際不良定義問題ということで、客観的な、はっきりとした答えがないわけですけど、今やってるのは心理学ですよね。心理学っていうのは科学なんです。そう、哲学とか宗教とは違うんですよね。哲学とか宗教っていうのは、まあ、ある程度ね、不良定義問題っていうのをね、広く扱うわけですけど、心理学っていうのは科学なので、客観性っていうのを非常にこう重要視してるわけですね。なので、心理学ではこの量定義問題に関して特に研究の対象っていうのが中心になっているということになります。で、洞察っていうのはですね、解説したと思うんですけれども、まあ、一瞬ひらめきがあってですね、一気にこう問題解決法っていうのがひらめくことをこう洞察っていうんでしたけれども、行き詰まりが生じた後ですね、問題解決をしようと思ってね、現状と目標との間にギャップがあります、差がありますと。で、その問題が解けませんと。で、そうした時に行き詰まりが生じた後に、情報の整地化。もう一回こう情報を きっちりね、整理してね、しっかり見てみましょうという情報の整地化ですね。それから新しい情報が追加された。今までなかった情報が新しく情報として追加された。もしくはヒントが与えられたとかですね。もしくはその妨害となっていた制約の緩和ですね。これ前回の心的構えっていうのはまさにこの、心の中にある制約でしたけど、まあ、人っていうのはね、どうしてもね、常識の範囲内、過去の経験記憶の範囲内に留まっていて、そこが枠になっているので、それが何らかの形で緩む。
そういったことが起きると、問題表象の転換が起きて解決に至るということですね。問題を全く同じ問題なんだけど、別の見方、別の問題として捉えることができるということですよね。で、内的な制約が様々な試みを通して緩和され、要するに心的構えですよね。が、まあ、緩む。要するにこう自分自身がね、こう完全にこう枠にはまってるわけですけど、その枠が緩む、もしくは枠が壊れるということがすると、まあ、常識の範囲からこう外の非常識に出ることができたりとかですね、弱められることによって洞察が得られるということになります。で、ちょっと今回はね、具体例ということでやってみたいと思うんですけど、まあ、問題ということで、8×8 で作られた64マスがありますと。で、その中の一番左上の端と一番右下の端の2マスを取り除いて62マスにしましたと。で、その62マスを2マス1組のタイル31組で覆い尽くすことができるでしょうか。で、その理由も答えてくださいということですね。で、これパッて見た瞬間ですね、わかるっていう人はもう多分数学的な天才であって、まあ普通はわからないと思うんですよね。じゃあ子供たちはどうするかって言ったら、とりあえずこう図を描いてみますよね。ということで、8×8 のね、マス目があるわけです。で、8×8 のマス目があって、ね、これだったらね、黄色と赤っていう、こう、二組のマス目でね、綺麗に覆い尽くすことができますよね。当たり前ですけど。ですけど、その左端ですよね。まあ、青で塗られている左端と、左上端と、一番右下の青で塗られている、この2マスを取りましたと。そして62マスになった時に、こう 2枚1組ですよね。今回だったら黄色と赤の2枚1組での、まあ、タイルで覆い尽くすことがきれいにできるでしょうかということです。ね、まあ、この文章の時よりも明らかに図を書いた方が、まあ、考えやすいのは考えやすいですよね。だから明らかにこうヒントにはなっているわけです。ただ、これでもですね、考えやすくはなっていたし、まず文章をね、図とか表にすることで明らかに問題を考えやすくなって解きやすくはなってるんですけど、おそらくこれでも解けないんですね。なぜかって言ったら、これものすごい実際難しいんですよ。この図が書けたとしても、ね、実際その組み合わせ64-2で62マスになった中で、この2枚1組をこうどうやって埋めるかっていうのはですね、確率的に言ったら75万通りあるんですよね。だから実際図が書けたとしても多分解けないですよ。やっぱこれ問題自体がすごい難しいんですね。まあ、一応ですね、まあ、文字が与えられた時にとりあえずこう絵にしてみる、図にしてみる、表にしてみるっていうのはね、最初の取っかかりとしてはね、大人が何か問題に直面した時っていうのはすごく有効というかおすすめなんですよね。その手と右脳っていうのがこうつながってるんですよね。人っていうのはこう文字っていうか言語で、文字とか言語で左脳を使って考えるんですけど、実はその発想とかひらめきっていうのはこう右脳の方が働きとしては大きいので、そうなるとね、こう手を実際使ってこう手書きしてみる、多くの人っていうのは今ね、パソコンとかスマートフォンが多いので、なかなかこう手書きっていうのをする機会っていうのは少ないんですけど、実は 手を使って実際に手書きをしてみると、実は右脳っていうのが立ち上がるんですね。だからひらめきとか洞察っていうのが得られやすくなるわけですけど、なので、まあ、こうやった表を書いてみるとか図を書いてみるっていうのは極めて有効なんですけど、今回はちょっと問題が難しすぎるので、この図が書けたとしても多分解けないんですよ。で、そこで問題表象の転換ということで、問題の本質は全く一緒なのに、別の問題としてもし置き換えることができたら簡単に解けますよねっていうのが今回はやりたいんですね。で、この状態ではまだ解けないと。でね、でも一生懸命ね、多分図を書いてね、まあ、子供たち、小学生なり中学生がね、一生懸命図を書いてね、一生懸命こう、できるできないとかね、いろいろ確率を計算したりとかって言ってね、こう、行き詰まりまでやるわけですよね。ね、と、あのね、これ、覆い尽くせるんじゃないか、覆い尽くせないんじゃないかっていうことで、一生懸命、まあ、試行錯誤するわけです。で、それで行き詰まりが生じた後に、情報の整地化、新しい情報の追加、妨害となっていた制約の緩和などによって問題表象の転換が起きるということで、もしこの問題を同じ問題なんだけど別の問題としてものの見方が変われば、もう一瞬で解けるっていうことなんですね。それはどういうことかって言ったら、村に32組の男女のカップルがいましたと。で、事故で2人の男性が死亡してしまいましたと。
残り31組の男女の結婚は可能でしょうかということで、結局このね、青の2マスっていうのはね、お互いに対になってますよね。左一番上と一番左に、右の一番左下っていう、一番左上と一番右下っていうのが対になってるんですよね。これはペアになってるわけです。これが両方取り除かれて62マスになってるわけですけど、それをこう事故で2人の男性が死亡したっていう言い方をしてるわけです。で、同じことなんですけど、表現が全然違ってるんですね。これが問題表彰の転換というやつです。そして残り31組の男女の結婚は可能でしょうか。もしこの問題だったらね、誰でも簡単にできると思うんですよ。ね、不可能ですよね。男性が2人死んでるのであれば、31組の男女は必ず女性の方が多いわけですから、結婚はできないですよね。だから不可能ということでね、もう本当に一瞬で解けてしまうということです。だから難しいのは、その問題表彰が転換できるまでが難しくて、転換できたら簡単に解けるというのが今回ご紹介したかった例ということになります。はい、今回のまとめです。問題解決で最も難しいことは、どのように解き始めればよいか見通しを立てることと、まず最初の第一歩が出ないということですね。しかし問題の表彰を転換できれば簡単に解けることがあるということです。行き詰まりが生じた後に情報が整地化されたり、新しい情報が追加されたり、もしくは妨害となっていた、心的構えですよね、制約が緩和されることなどによって問題表彰の転換が起きて解決に至るというのが今回のテーマになります。はい、次回はですね、探索ということで問題解決の学びをさらに深めていきたいと思います。次回もどうぞお楽しみに。もし今回の動画がですね、お役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。